5人です。津軽三味線が大好きで大好きでたまらない大分生まれの私たちです。今聴く曲は真心合奏曲といいまして、うちの師匠の鈴木敏夫が作った曲です。この曲で大阪大会、全国大会で優勝いただきました。それでは次の曲は八三郎節。これは八三郎さんちのお嫁さんが指で嫁指輪をされたと言って悲しんで、ぐずぐずぐず文句を言ったという曲です。続きまして、五だめ橋、津軽神宮と思いますが、大分で言えば鶴崎踊り、棒踊りの曲になります。2曲続けていきます。よろしくお願いします。you
中津から参りました今住と申します。続いての曲は花響きという曲で、我が子に鈴木師匠が名古屋出身なんですけれども、大分に引っ越して来られた時、山桜を見て綺麗だなと思って作られた曲だと言われております。
します。今日は聴いていただいてありがとうございます。次の曲はですね、今年沖縄が復帰して50周年にあたる年だそうです。沖縄にちなんだ曲ということで、今日はですね、沖縄の風を少しでも皆さんに感じていただきたいということで、みんなで灘早々ですね、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。